こんにちは、ゲーム大好きのおきおです。今回はプレステ3のストリートファイタークロス鉄拳のアーケードナイトマックスをメガマンとパックマンのコンビで攻略します。メガマンはファミコン版ロックマンの海外パッケージが元ネタのキャラで、哀愁漂う性能をしています。パックマンは木人ロボによる長いリーチが強力なパワーキャラです。それではメガマンとパックマンで攻略してみましょう。これは僕の定めです。共に戦えるのは久しぶりだな、ケン。そうだな。悪いな。俺たちが勝つぜ。He's all on the line! Fight! ハローケン！ドリアを！ドリア！ドリアケン！ドリア！筋肉と溢れんばかりのカリスマが世界の胸を熱くする。 The Space Cyclones! It's all or nothing! Fight! 負けられないって。救世主エクストラ！ワッツォ！
たちに挑戦してくれた、いい度胸てやるぜ。 Let's do this! Fight! よろしくね、ボブ。任せておきな。It's all or nothing! Fight! はっ！頭を冷やしなさい！頭を冷やしなさい！メガ
を見せてやるぜ。今日は特別だ。ただし見物料はいただくぜ。 Let's do this. Fight! What will happen next? Fight! You win!
とは誰にも言わず、どんな力を使うか決して。そうだよ、箱はジンの、私たちのものなんだから。抵抗しろ。はい、無事クリアできました。このメガマンはいいキャラしてますね。
どちらのキャラも一風変わった性能でとっても楽しめました。よろしければチャンネル登録と高評価お願いいたします。ご覧いただきありがとうございました。Thank you for playing! Presented by Capcom!